USC ウェルター級王者レオン・エドワーズを追う USC ウェルター級ランキングトップ5を紹介。5位、ギルバート・バーンズ。 MMA 戦績22勝6敗 USC 戦績15勝6敗。ブラジル出身の37歳。世界柔術選手権ムンジアルで優勝した実績を持つ、ずば抜けた組力を持ちながら、ここ数年は打撃を武器にして戦うストライカー。 USC 契約後はライト級を主戦場としておりましたが、ウェルター級に転向後4連勝し、同門で盟友のカマル・スマのタイトルに挑戦。絶対王者の高い壁に阻まれ KO 負けで、タイトル獲得には失敗。また超新星カムザット・チマエフに負けはしましたが、1ラウンドにダウンを奪われるも、2ラウンドにダウンを奪い返す場面を見せ、チマエフに唯一苦戦を味わわせております。緊急出場だろうが、いつ何時でも試合を引き受ける男の中の男。ランキング5位に踏みとどまっております。4位、カムザット・チマエフ。 MMA 戦績12勝0敗、 USC 戦績6勝0敗。ロシアのチェチェン共和国出身の29歳。12勝無敗で11勝がフィニッシュ勝利。打撃、パウンド、レスリング、グラップリング力全てがトップクラス。生物としてとてつもなく強さを見せつけている超新星です。2020年 USC デビュー戦で一本勝ちすると、わずか10日のインターバルで連戦し KO 勝ち。さらに2ヶ月後に出場し KO 勝ちで3連勝。3試合で90発近い有効打を当てるも、相手からもらった有効打はたったの1発。 USC 史上最短となる66日間で3連勝を飾り、人気も急上昇。 USC デビューから1年でインスタグラムのフォロワーが100万人を超え、現在は587万人のフォロワーがいるスター選手に、しかしコロナの後遺症に苦しみ、一度は引退を発表するも1年後に復帰。ランキング11位のリー・ジン・リャンを圧倒し、ランキング2位のギルバート・バーンズに競り勝つ試合を制し、ウェルター級上位にランクイン。2022年9月、ネイト・ディアスと対戦予定でしたが計量オーバー。巡り巡って前日乱闘騒ぎを起こしたケビー・ホランドと対戦し、大きな実力差を見せ圧倒し一本勝ち。次戦は2023年10月、階級を上げてミドル級で、かつて揉めて因縁のあるパウロ・コスタドの対戦が決定しております。3位、ベラルム・ハラント。MMA 戦績23勝3敗、 USC 戦績14勝3敗。アメリカ合衆国出身の35歳。元々はレスリング出身のグラップラーでしたが、ここ最近は打撃も向上しており、勝ち星を重ね2017年以降13勝1敗1ノーコンテストのハイアベレージ。しかし USC での14勝中判定勝ちが11と、手堅いスタイルでなかなかチャンスは与えられてきませんでした。しかし当時ランキング5位のスティーブン・トンプソン、当時ランキング5位のビセンテ・ルケ、当時ランキング8位で無敗のショーン・ブレイディ、当時ランキング5位のギルバート・バーンズに勝利し、現在ランキング3位に君臨。現在ノーコンテストを挟む9連勝中、着実にランキングを上げてきたムハマッドが王座挑戦権獲得を狙います。2位、コルビー・コビントン。 MMA 戦績17勝3敗、 USC 戦績12勝3敗。アメリカ合衆国出身の35歳。これまで数々の物議を醸す発言やトラブルを起こしている USC のスーパーヒール。トラッシュトーカーとして有名で、対戦相手にプロレスの悪役風にトラッシュトークを仕掛け、試合前や場外でも乱闘を起こして試合を盛り上げるエンターテイナー。豊富な手数でダメージを与える優れたキックボクシングテクニックと、世界トップレベルのレスリング力が最大の武器。ここ数年は1年に1回のペースでしか試合しておりませんが、常にトップコンテンダーに君臨。2018年に USC ウェルター級暫定王座を獲得するも、元絶対王者カマル・ウスマンに2度王座挑戦するも敗北し、正規王者にはなれず、次戦は現王者レオン・エドワーズへの挑戦が濃厚となっております。1位、カマル・ウスマン。 MMA 戦績20勝3敗、 USC 戦績15勝2敗。ナイジェリア出身の36歳。長らく USC バウンド4バウンドランキング1位に君臨していた元 USC ウェルター級絶対王者。長いリーチから繰り出される破壊力抜群の打撃と驚異的なフィジカル。5ラウンドフルに動き続ける無尽蔵のスタミナ。しつこいケージレスリングと柔術黒帯を持つ確かなグランド技術でトップコントロールして相手を完封。王座陥落するまでテイクダウンディフェンス率 100% という、キャリアにおいてテイクダウンを奪われたことが一度もなかった全局面で圧倒的な強さを持っております。驚異の19連勝を挙げ、 USC 史上最長連勝記録2位となる15連勝を保持し、5度 USC ウェルター級王座防衛に成功しておりました。しかし2022年8月、レオン・エドワーズと対戦し、5ラウンドまで優勢に試合を進めておりましたが、5ラウンド残り1分でハイキックをもらい、衝撃の失神系を負け、2023年3月にダイレクトリマッチするも、テイクダウンしきれず判定負け。全局面 S ランクの究極の MMA を見せつけてきた、ザ・ナイジェリアン・ナイトメアのカムバックを期待します。王者レオン・エドワーズ。MMA 戦績21勝3敗、USC 戦績13勝2敗、ジャマイカ出身の31歳。絶対王者カマールスマンから失神KO勝ちで王座を奪い取った USC ウェルター級王者。
長い手足を生かしたスピードと破壊力のある打撃を持ちながら組で競り勝つ試合もできるストライカー。エドワーズはマイクの売人、強盗、銃撃、殺に関与し逮捕もされていたイギリスの元ギャング。母親からの勧めで更生するために MMA を始め、2014年に UFC と契約し勝ち星を重ねるも不運が重なり、なかなかチャンスが巡ってきませんでした。2022年8月王者カマルスマンと対戦し、テイクダウンディフェンス率 100% のウスマンから初めてテイクダウンを奪い、5ラウンド終盤に左ハイキックで KO 勝ち。試合後更生するきっかけを与えてくれた母にテレビ電話で涙の報告。2023年3月ウスマンとのダイレクトリマッチでも返り討ちにし、誰もが認める真の UFC ウェルター級王者として君臨しているレオン・エドワーズ。次戦は UFC のスーパーヒールコルビー・コビントンとの防衛戦が濃厚です。元絶対王者ウスマンを二度倒したエドワーズが新たな大きな壁として防衛できるか要注目です。